こんにちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。先日友達におしゃれな雑貨屋さんを教えてもらったので、早速行ってみようと Google マップを調べたんですが、雑貨屋さんの真ん前にこちらのお店を見つけました。月とアネモネさんカフェレストランです。花より団子に走ってしまいました。こちらは鹿児島の観光名所、西郷隆盛洞窟前の建物で、とても重厚感のある古民家です。レトロ感あふれる店内にはしっとりとジャズが流れています。すごい落ち着きます。このお手洗いもすごく趣がありました。西郷さんがハートの中にいますね。二世丼っていうのは男性、五五女っていうのは女性です。
ありがとうございます。10日後に来ますので、はい、もう予約した。久しぶりに美味しいっていうの食べた。乗せていいですか？大丈夫？乗せてもいいですか？ちょっとまだ先編集するので先になるけど。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。